2016年9月3日午前11時20分ごろ横須賀港から米原子力空母ロナルド・レーガンが出港しました原子力空母はその名の通り原子炉を搭載しており核分裂反応による熱で作った水蒸気でタービンを回して運航しています先日の首都圏への台風直撃を避けるために8月28日には 一時的に横須賀港を離れていたそうです。そこにはどのような事態が想定されていたのでしょうか。こちらは横須賀にあるオフサイトセンターです。皆さんはオフサイトセンターをご存知ですかオフサイトセンターとは原子力施設の研究地において事故が発生した敷地、オンサイトから離れた外部、 オフサイトで現地の応急対策を取るための拠点施設のことでテレビ会議システムがあったり緊急時に必要なサーベイメーターや簡易防護服、マスク、安定用素材など原子力災害対策用の防災機材などが保管されています神奈川県には川崎と横須賀の2カ所全国では22カ所のオフサイトセンターが設置されています 横須賀にオフサイトセンターがあるのは、横須賀には核燃料の製造工場があり、そちらを監視しているからです。こちらのオフサイトセンターに関しては、事前に申し込みをすれば、中の見学などもさせてもらえ、実際に原子力災害が起きた時を想定した、 避難訓練の様子なども映像で紹介していただけました。また、いろいろと質問などにも直接答えていただくことができます。自然災害による防災意識が高まる中、原子力災害に関しても意識を高めていくことが必要かもしれません。ぜひ皆さんもお近くのオフサイトセンターを訪れてみてはいかがでしょうか。